はい、これ緊急で動画回してるんですけど、昨日の動画でね、僕MacBook Pro を買って、マジで金なくなったからスーパーサンクスお願いっていうね、まあそういう旨の動画を出したんですけど、そしたらね、視聴者さんからですね、800円スーパーサンクスいただきまして、これめちゃくちゃありがたいんですよ。嬉しい。ね。ということで、まあこの800円でね、できることっていうのを考えていきたいと思います。はい。まあ昨日のね、MacBook Pro は30万円、したんですけれども、それを24回、払いでですね、まあ約2年間のね、借金を負ったということで、ほんまに金ないんで、あと NSG の入学金もね、50万円払ってるんで、マジで金ないということで、スーパーサンクスお願いしたわけなんですけども、まあお願いしたら、まあ1名のね、本当に心ある、視聴者の方がですね、初スーパーサンクスだということで、まあ僕もあざーすとね、コメントをね返したんですが、まあスーパーサンクスってそういうことなんですよ。コメント付きで投げ銭できる、そういう機能なんですけど、まあこの800円をね、どう使っていくかというね、ちょっと話をしたいと思います。はい。まあそうやな。まあ800円、パッと思いついたのはラーメンやな。ラーメン一杯食べれるよ、800円あったら。うん。まあ例えば、神田前の無双屋とかは650円やったかな、で食べれるから、もうそこそこのね、お腹いっぱいになるよ。ラーメンとご飯もついてるし。でまぁ、ちょっとね、都会のラーメンとか行ったら1000円とか、まあ、二郎系とか1000円超えてくるけど、まぁ、でも800円あれば大抵のラーメンいけるな。うん。ラーメンで言ったら牛丼もいけるよね。牛丼なんか2杯食べれるんちゃう？2杯食べれるけど、まあ2杯も食べへんから、まあ牛丼に、まあちょっとトッピングして、で、豚汁とか、サラダとかつけれるかな？ 800 円やったら。十分なお昼ご飯になりそうやな。うん。あとはまあコンビニでおにぎりとジュースとサラダぐらい買えるか。うん。コンビニのおにぎり大体200円、サラダが300円、で、ジュースがまあ150円ぐらい。で、まあ大体800円ぐらいになるんじゃない？うん。まあ、パン、おにぎり、サラダまで行ったのったら多分1000円超えるかな。パンと、なんか、サラダとジュースぐらいになるか。まあでも、コンビニはちょっと高いからな。まあ800円、できることそれぐらいかな。うん。あとは、まあちょっといいランチできるかな。うん。まあ、神田前結構安いから、まあちょっといいランチ。うん。まあ、なんか、やっぱ梅田とか行ったらな、1000円超えてくるけど、まあ、この辺やったらもう普通に、ちょっといいランチ。まあその牛丼に しっかりね。やっぱその、普通に牛丼単品だけを普段は頼むけど、お金がないから。でもやっぱサラダ豚汁つけれる言うたけども、そんな感じで、まあ、定食食べれるよな。うん。まあね、大学亭っていう定食屋さんが潰れちゃったんで、今定食食べるってなったらもうマジで松屋松の屋とかになってくんのかな。まあそれぐらいになる。まあガストとかあるか。まあガストやったらいけるよね、800円やったら。まあちょっと無理なところは無理で、900円超えてくる定食というか、まあセットはあるけど、まあでも800円やったらそんな不自由なくね、食べたいもん食べれるんちゃう。うん。まあ飯ばっかやけど、まあなんか他のもので言ったら、まあ本2冊ぐらい買えるんちゃう。うん。まあ大体漫画が今の時代どうなんやろうな。まあ昔僕が漫画買ってた時が400円ぐらいやったから、まあだったら2冊買えるんちゃうと思ったんだけど、ちょっと厳しい。まあ、古本屋？うん。ブックオフあるし、神田前。神田前やったら、ブックオフで、まあ本2、3冊買えるんちゃうかな。まあ物やったら、まあ本2、3冊、ブックオフやったらね、買えそうやなとか思うし、まあね、小説とか、まあそういう、本はやっぱりね、財産になるから、自分のためになるから、大事なんじゃないかな。うん。あとは、ピックとか買えるな。うん、ピック買えるよ。ピック言うたら、ギターのピックね。ギター弾く、まあ、ベースとかもそうやけど、ピックなんか100何ぼとかやから、あれ8枚ぐらい買えるんちゃう？ピック。ピック8枚買える。結構、何やかんやん、ピックとかなくしがちとか、あるやろうし、まあね、そこそこ、消耗品ではあるから、うん、そこそこ消耗品ってなんやねんってことやけど、消耗品なので、まあ、800円あったら、ピック8枚、8枚は無理か、7枚ぐらいになるんかな、消費税込みでな。うん、まあでも、全然ありがたいわな。うん。でも食べ物戻るけど、ミスドやったらドーナツ6個ぐらい買えるか、な。あ、まあ、今だいたい150円ぐらいするから、うん、100円の時代とかはな、8個買えたけどな、6個も無理かもな。うん。なんか、170円ぐらいするか、ポンデリング今。じゃあ、5個も無理か。5個はギリギリ攻めすぎやから、ちょっと怖いかな。うん。まあ、その辺、
まあでもミスドやったら2、3個食べたら十分満足するしな。小さな幸せよ。あのファストフードに戻るけど、マクドとかやったら全然の800円やったら、まあセット食べれるし、うん、食べ物ばっかで申し訳ないねんけど、うん、まあ食べ物基本的に枯渇してるからさ、ガリガリやん言うた通り、うん、まあそれに伴ってまあ全然、うん、800円は食べ物ではありがたいよ。うん、あとあのパソコン買った言うたけど、やっぱ保護フィルムとか800円あれば買えるんちゃう？うん、100均とかでね、ありそうやし、ケースもそうやな、100均とかで。まあ、なんかこの前ダイソー見た時に300円したから、保護ケース。まあ、ちょっとケース1個買ったらもうね、ちょっと残り500円になってくるからな、フィルムを500円以内でまた100均で探さなあかんねんけど、100均言うて、最近500円、300円とかね、なんかその、VR ゴーグルあれ800円ぐらいしたし、あれ何やったっけな、なんかスピーカーなんか1100円ぐらいするやつあるよな、うん、イヤホンとかも売ってるしな、 Bluetooth イヤホンなんか2200円ぐらいする Bluetooth イヤホンとかも売ってたけどな、うん、まあそうやな、あとはうん、うん、そうやな、800円少ないなぁ。少ないなぁ、800円。今思ったけど、ちょっとはした金やな。うん。いや、これちょっと言わせてもらうけど、いや、もちろんすごいありがたいことなんですけど、いや、ちょっと800円、少ないかも。少ないかも。いや、ちょっとね、思いました、それは。うん、いや、まあ、ありがたいよ。ありがたいけど、ちょっと、さすがに1000円は超えてこようか。みんな、これから。うん。いや、もちろん、僕にスーパーサンクするのって、2人目かな？今までで。うん、いや、でも、なかなか勇気いることよ。こんな意味わからんね。その画面上のやつに800円投げるという行為。これなかなかもうすごいことね。やってるんですけど、やってくださったんですけど、ね。で、これからね、この方が800円送ってくださったことで、こういうシステムあるんやとかで知って、まあ後に続く人がおるかもしれんから。まあ大きな進撃ですよ、これは。いや、非常に勇気のあることをやってくれた本当にありがたいんですけど、800円は少ないな。あ、ちょっと少ないな。800円じゃ何もできひん。いや、俺30万のパソコン買った言うとね、800円じゃ何もできひんて。いや、もうすいません、言葉荒げてしまうんですけど、荒げてしまって、そんな荒げてないけど、ちょっとうん、失礼なんですけど、ちょっと800円はちょっと出直してきてほしいかな。うん、いや、めちゃくちゃ嬉しいよ。正直な話、そんな800円くれるだけでもありがとうって感じなんやけど、まあ他のみんなは1000円超えてくるようにな。もう絶対1000円は超えて、まあ普通万やけどな、普通。まあ他の YouTuber とかのコメント欄行ったら万で溢れ返ってるけどな。まあ溢れ返ってはないけど、うん、スーパーサンクスという制度自体がいまいちまだね、周知されてないっていう。スーパーサンクス、まあ投げ銭ね、スーパーチャット、スーパーチャットの方は結構認知度高いというかね、まあ呼んでもらうためにめちゃくちゃ必要なんですけど、僕のねこのコメント欄なんか、そのスーパーサンクス投げんくても読まれるじゃないですか。うん、そのめちゃくちゃ数少ないから、だから別にスーパーサンクスそんなしなくてもいいのにしてくれたってめちゃくちゃありがたいですよ。ありがたいんですけど、まあ今度からはちょっと800円は少ないかなーっていうのでね、まあ言わせていただきました。いや、これはもう僕にとってね、すごくこの800円をもらうって出来事は大きかったんでね、この緊急で動画回させていただいたんですけど、今後ね、もう撮るか分かんないですけど、よろしくお願いしますよ、本当にスーパーサンクス。はい。引き続き金ないんでね、800円じゃ、やっぱ金ないままなんで、はい、よろしくお願いします。失礼します。